こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今日はリッチレイサーズ2ね。そうや、PS5 で PS プラスに加入してたら、PSP 版が遊べるぜ。うぷ主はリッチレイサーシリーズが大好きだぜ。グランツーリスもシリーズよりも好きなの？比較にならんくらい好きだ。車好きのうぷ主は実写が出てきて、挙動も実写みたいな方が好きなんじゃないの？うぷ主はいわゆるシミュレーター系より、車がこんな挙動するはずないやん。ってな、ゲームでしか味わえない。気持ちよさ、爽快感が好きなんだな。なるほどねー。今回は、触りだけだが始めるぜ。ああ、PSP だわねー。だろ？てか、そのままだぜ。バンダイナムコ。おお、ナムコ。出るぞー。ああ、これこれ、この画面。ナムコの遊び心を感じるぜ。懐かしすぎて、しばらく見てしまうぜ。最初はデュアルセンスのセレクトボタンってどこ？なんて感じだったがな。そうね。もうすぐ、うぷ主大好きバーチャファイター3バリに。程よい長さで、超かっこいい、オープニングだぜ。始まった。もう、かっこいいぜ。最近のグランツーリスもシリーズの長ったらしいのとは違うぜ。お？ドリフトしまくり。出たぜー。車と同じ回転してるのね。8500回転で警告灯が点灯。綺麗ねー。どっちが？車も人も両方よ。これやないとあかんな。グランツーリスモの、何やらメッセージ性のあるような、内容なのより、よっぽどセンスがあるぜ。さっきからめちゃくちゃ言ってるわね。見たままや。まあねー。で、最後は永瀬玲子で締める。好きねー。うぷ主がな、笑った。バーチャファイター3とこうおつつけがたいぜ。いいねー。わかったから。で、また遊ぶモードがてんこ盛りなんだな。ワールドツアーズをやるの？このモードはやり始めると時間がかかりすぎる。だよねー、どこで終わっていいかわからないし。なので今日はやらないが、イントロダクションが、またかっこいいので見るぜ。あー、これね、大概飛ばして進むけどかっこいいわね。は、そうなんだ、みんな早く遊びたいから。飛ばしがちなんだが、改めて見ると、すごくよくできていて、当然センス抜群だ。PS5 が出ている今でも通用するわね。余裕だぜ。そう思うと PS3 まで、ローンチタイトルで発売されて、それから発売されないのが寂しいわね。そうだな、リッチレイサー7は死ぬほどやり込んだな。PS5 でリッチレイサー8が発売されるなんて、出どころも何にもわからん噂があったり、任天堂スイッチで発売される予定が中止なんて、変に信憑性を匂わす噂もあったわね。でしたら、プラットフォームは PS5 がいいな。何にせよ、リッチレイサー8の可能性は少なそうね。バーチャファイター6もな、うぷ主には寂しい時代になったわね。まあなあ、うぷ主も長く生きているんだな。それで今日は？早く終わるアーケードモードをやるぜ。その前にうぷ主はデフォルトのキーアサインの変更だ。うぷ主は迷うことなくタイプ E を選ぶぜ。オプション画面じゃ、まんま PSP の絵のままね。メーカー的には、A から順番におすすめかしらね。ま、昔ながらのボタンでスロットルとブレーキに。デジタル入力していた時代の名残かな？うぷ主はグランツーリスモをやるとき、デュアルセンスの LR アナログトリガーでやってるしね。そうやな。オプションにもいろんなのが入ってるのね。そろそろ、アーケードモードをやるぜ。リッチレイサーといえば、とりあえず、このコースね。だよな、まずクラス1から行くぜ。デュアルセンスだし、ドリフトで曲がるしオートまで行くぜ。車のモデリングなんかより、画面のセンスがいいわ。そろそろローディングだぞ。始まった。出たー。まずは、このコースだよな。うぷ主も久々にいきなり走ったが、コース覚えてたぜ。そうね、鈴鹿サーキットみたいに覚えてたわね。デュアルセンスでスロットルのつもりで、R2 トリガーを握り込んでいたら全く反応しなく、R1 トリガーの間違いだったぜ。グランツーリスモと間違ったのね。このゲームじゃ R2 トリガーのストロークいらないしな。アナログ的な繊細なスロットルワークしないしね。
スプ主なんか、スロットルの R1 トリガー引くってか。奥までフルストロークで押しっぱなしだぜ。で、ブレーキの L1 ボタンなんか触りもしないぜ。左手は親指で左アナログスティックを操作するだけ。スプ主、ブレーキは使わないのね。ステアリングとスロットルだけで走るぜ。いろんなドリフトの仕方があるが、スプ主はステアリングを切って、スロットルトリガーを一瞬戻すだけでやるぜ。だからブレーキは使わないのね。そうだ、それにスロットルはドリフトするとき以外は、常に全開、オン、奥まで押しっぱなしだ。なら、アナログでストロークの長い R2 より、アナログでもストローク短い R1 の方が使いやすいね。ドリフトのきっかけを作るとき以外は、常に壊れるくらい押し込めるだけ押してるからな。もう二つ目のトンネルね。中で軽く左にドリフトするから、ニトロ一本満タンになるはず。なったね。右にドリフトして、ストレートで使うのがお約束だな。前に車がいるわ。ニトロを使って抜くぜ。この英語の実況でも解説でもない。F1 中継の担当メカニックからの無線みたいなのが。いいわね。そうなんだ。周回数や、前や後ろに車がいるとか、ニトロが使えるようになったら教えてくれたり。ドリフトが決まったら、褒めてくれたり。逆にミスしたら、心配までしてくれるしな。もしリッチレーサー8が発売されて、走行中にコントローラーのマイクで、AI のメカニックと双方向に話せたら、あの、ポリフォニーデジタルも腰抜かしそうね。だな。あとはリッチレーサーシリーズ一連の音楽だな。リッチレーサーシリーズといえば、この系統よね。死後の連発になりそうだから、あんまり言わんが。いわゆる、テクノだよな。いいわよねー、盛り上がるわ。うぷ主の年代だわ。車の免許を取った頃で、全盛期だったぜ。うぷ主なんか当時レンタルレコードで借りて、イエローマジックオーケストラのレコードをカセットに録音して、親父のクラウンのオーディオで聴きながら走ったぜ。時代ねー。イエローマジックオーケストラはデジタルでも、うぷ主の作業は超絶にアナログね。そういう時代だよな。なんて言ってる間に、ニトロで抜いて1位になった。まだ一周残ってるわね。クラス1だし、抜かれることはないだろうし。ここは一つ綺麗にドリフトすることに専念するか。そうね。ま、うぷ主の走り方は変わらんがな。このコーナーはクラス1ならドリフトしなくても。抜けられるが、うぷ主はドリフトしてるな。そういうゲームだもんね。気持ちいいわね。次の右コーナーはうぷ主は心持ち早く、ドリフトして、インベタで抜けるぜ。次のチェックポイント次の試験はドリフトしない。いい感じね。次の右コーナーも早めにドリフト開始して、インベタで豪快に抜けるぜ。もう、ここでニトロ使えるわ。うぷ主、使ってます。残しても仕方ないしね。抜き返すこともないだろうし。どんどん溜まったら使うぜ。次のコーナーでも溜まりそうだな。次の2連続右コーナーが意外と難しかったりする。溜まった。うぷ主は2つ目の右コーナーで姿勢が悪いと、最終ストレートでマスクにするためにニトロを使う。フィニッシュ。ま、こんなもんだな。リプレイも見るか？久しぶりに見たいわ。グランツーリスモのリプレイとはまた違うわよね。そうだな。グランツーリスモのリプレイは、なんていうか、自分の走りより、綺麗な画像だなぁ、とか、リバリーで自分が作った車やドライバーが、実際動いているのを見て、ぜいにいるって感じかな。そういうコンセプトのゲームなんだね。それに比べ、リッチレーサーのリプレイは、あん時のドリフトこんなんやったにゃー、とか、うまく曲がれてるなぁ、とか失敗してるなぁ。ってな感じで見るんだな。そうだね。まあ、見て楽しみましょう。それと、音楽な。そうね。ドリフトでコーナー抜けたら、前に車いた。このクラスは試験で普通に抜けるな。今度はドリフトしながら抜いた。ここはドリフトしながらインから抜かないと。アウト側に1台分空いていればいいが、空いていないと、
斜めのコンクリートみたいなとこに乗り上げたりして姿勢を乱したりして速度が遅くなるぜ。トンネル内でも豪快にドリフトね。この辺はドリフトで抜けるしかないぜ。そのおかげでニトロが溜まりストレートで使って抜くんだぜ。お約束ね。どんどん抜いていくでー。それにしても音楽ノリノリね。いいよな。ここはインから抜くかアウトから抜くか出たとこ勝負だな。うぷ主、最初はインで次はアウトから抜いたわね。この辺りは一人だな。盛り上がる音楽だぜ。そうよねー。あ、いたいた。普通に抜く。豪快にドリフトしながらインから抜く。これ2周目よね。そうだぜ。うぷ主、今2位のはずだぞ。じゃ、あと1台ね。そのはずだぜ。トンネルを出た次の右コーナーの後のストレートでニトロで抜いていきね。見えたぜ。相手もニトロ使ってるわ。ニトロで並ぶ。抜いたった。最終ラップは余裕ね。多分な。こうやって見ると、結構近くにいたんだな。余裕こいてミスしたら抜かれるわね。ん？近いな。ま、うぷ主はこのコースじゃミスしないだろう。飛んでトンネルに入るわね。もう、最終ストレートね。うぷ主、余ったニトロ使ってるぜ。当たり前だが1位だぜ。サクサクっと終わったわね。いかにも、うぷ主の好きなサクサクだな。あまりにサクサクで物足りなかったか？もう一回走るぜ。同じコースね。うぷ主、このコース好きだしな。だが、次はクラスを変えて。クラス6でアーケードモードだぜ。相手も抜かせてくれなくなるし。スピードも出るし。うぷ主、勝てるのかしら？どうかな？ちなみに、この車を選んだのは、リアウィンドにつく、シュノーケルが、うぷ主的に初代 NSX の後期型のタイプ RGT、みたいだったという、しょうもない理由だぜ。確かに、しょうもない理由だわ。めっちゃしょうもないな、始まったぜ。今、ゲットレディって言ってたわね。もしや、あのドラマ見てたのか？うぷ主が、しょうもなすぎて、そこが面白くて、見ていたわ。クラクラするから、この話はやめようぜ。もう走ってるし。おお、いきなり速度域が違って速いわね。クラス6だからな。クラス1じゃ、ステアリングだけで曲がれたコーナーも、ドリフトしなきゃ曲がれないぜ。なんか、ストレート以外はほぼドリフトね。ストレートでも姿勢が悪けや。軽くドリフトさせて姿勢を直すぜ。それでも、うぷ主はドリフトさせるとき以外は、デュアルセンスの R1 トリガーを奥まで押しっぱなしだ。相手も速いからね。そうなんだ、そうしないと抜けない。もうライン取りも、どっちからでも抜くって感じね。その上にトロ使われるから、さらに速くなってめちゃくちゃ楽しいぜ。また、ドリフトしまくるからニトロもすぐ溜まる。やっぱり、うぷ主は変態なゲームが好きなのね。変態だからな。最終ストレートよ。
前に1台いるが、ニトロを使っていなさそうだな。ニトロを使わずに抜いたわ。あと少しドリフトしないとニトロを使えないんだな。やっと使えるわ。2本目も溜まり出したが、ここは慎重に走ってなるべく使わないようにするぜ。溜まる溜まる。いたいた。うぷなし、ニトロなしで豪快に抜くぜ。お、余裕で抜いたわ。トンネルないと次のコーナーで2本目も満タンだな。気づいたら2周目の最終ストレート前で2位だわ。2本溜まったぜ。いたいた、フロア切って火花散らしてる。うぷなし、ニトロで抜いて1位だぜ。メーター読み、345キロ出てたぜ。そりゃ、周回が早く感じるわけだわ。最終ラップは、また1位で1人ね。うぷなしはミスするからな。クラスロップともなると、ミスしたらすぐ抜かれるぜ。ブームミラーをよく見ながら走らないといけないぜ。それでも、うぷなしはドリフトしている時以外は、R1 トリガーの、スロットル全開なのね。楽しいからな。それでこそ、ゲームってもんね。強く同意するぜ。ニトロ使いまくりね。クラス1の時と同じで、残しても仕方ないし。何より早い方が楽しいぜ。どんどん使う。はい、最速ラップでフィニッシュね。うぷなし、昔相当やり込んだからな。リプレイね、見るわよ。意外とかっこよかったんだな、この車。カラーリングが地味で損してるのかな。後ろから見ても、いいじゃないか。コクピットがコンパクトなデザインね。それでタイヤが外側に出てワイドに見えるんだな。お、いきなりドリフト。うぷなし、パワーに負けたか。蛇行してます。抑え込めたかな。飛んで、接地したら不安定に。フロアを吸ってるし、このコース以外とうねってる。この車の赤いカラーリングなんてあったんだ。いい感じで抜いてるわね。クラス1に比べて、飛ぶ距離も長いのね。ま、そうなるわな。いいねー。うぷなしの操縦のせいか、車の特性なのか、落ち着かないな。うぷなしは楽しいんでしょうね。だろうな。ドリフト中はいい感じだな。やっぱり、このゲームは楽しいわね。名作だな。うぷなし、珍しくちょっとミスしてるわね。アウト側に乗り上げるよりはマシだ。それに抜くのに、ピンが空いていなかったし。綺麗なドリフトね。もう2位だぜ。1位が見えたわ。抜いてる。ちょっとアウトに膨らみすぎだが、いいね。おっと。ここもアウトに膨らんでるな。うぷなし、疲れてきた？パワーがありすぎるのかもな。ま、1位になるのは分かっているし、いいわ。次回は、デュエルと1対1のモードをやるか。ジュラル？ま、似たような存在だぜ。もうすぐ、フィニッシュね。ということで、今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。
もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。